じゃあこんにちは豊さん、はい、はい、開幕して、はい、第2カード目終わりました。2カード目ね、はい、はい、終わったね、はい、ここ3日間いかがでしたか。やっぱりさ、まあ、中日が、はい、開幕カードを大野外し、まあ、ジャイアンツの頭に持ってくるということで、うん、まあ、結果的にサンチェスと投げ合って3対3、まあ、ドローということだよね、はい、これはやっぱり中日にとって痛かったと思うんだよね、うん、絶対大野は勝たなきゃいけなかったと思うんだけど、うん、まあ、巨人もエラーがあったにしてはよくドローに収めたかなっていう、うん、ただやっぱり両チームともちょっとミスが多いね、うん、この試合を見てると、はい、あとやっぱこう胸打たれたのは森下と西の投げ合い、で結局1対0で、まあ、つないで、森下が完封というわけではないんだけど1対0で、まあ、森下が勝つというね、はい、でその中で栗林っていうのが、はい、抑えて出てきたんだけど、これがなんか清々しくていいね、なんかね律儀なんだわ。うーん、グラウンドに入る前に一礼して、はい、ラインをまたぐ前にまた一礼をし、まあ、そういうピッチャーってなんかやっぱコントロールがしっかりしてるんだろうなっていう勝手な思いなんだけど、はい、まあなんかそんな感じがして、まあ、1対0で勝つという、はい、まあ、ヤクルトの開幕カードをね、猛打爆発で勝ち上がった阪神を、まあ、完封するというね、まあ、西も頑張ったけど、まあ、森下の方が圧倒的にピンチは多かったけどね、まあ、よくしのいだっていうゲームだよね、はい、で DeNA がこれまた勝つかなと思ったら、やっぱこう石田と、安明が、はい、やっぱ調子悪いわ、で逆転を許してで5対4で負けるという、でヤクルトと DeNA が勝ってなかったんだけど、まあ、ヤクルトに先行されたということでね、まあ、非常に嫌な流れを、まあ、その頭で作っちゃったなっていう感じがしたよね、はい、楽天と、まあ、ロッテと楽天か、はい、0-5 楽天、岸が完封ということで、はい、やっぱりこう見事だよね、やっぱコントロールがいいわ、コントロールと抜くボール、あと縦割りのカーブ、もう文句なしだね、うん、だすごいいいピッチングを見せてもらったなっていう、でオリックスと、ソフトバンク、はい、1対3、ソフトバンクの勝ち、まあ、笠谷がやっぱりいいね、やっぱ自信をつけてるというかさ、はい、ただオリックスもやっぱもう少し打ってやらないと、はい、やっぱいいピッチャーがいるけど勝てないよ、だからそういう印象を受けたゲームだったね、はい、もう少しなんとかなったろうっていう、でまあ日本ハムと西武、まあ松本がね、11点の中で、もらって勝ったんだけど、はい、まあこの2カード目の初戦というのは、はい、やっぱこう見たいピッチャーが見れたというゲームで、うん、すごくやっぱこう実力通りのピッチングを見せてくれたというね、うん、まあ、非常にこう安心感が、ただその中でやっぱこう注目してる巨人とか少し吉川のミスとかちょっと目立つんだよね、うん、だここら辺やっぱこう締めていかないと、うん、まあ、苦しい、 でも大野が投げた中で3対3という引き分けに持ち込んだっていうのは、まあ、この一戦は大きかったなという、うん、で2試合目、はい、中日が勝つの、巨人が井野どうしたおい、ね、3分の0だ1回と、はい、今までこんなことってやっぱ最短だもんね、はい、だから悪くてもこう、まあ、そこまで KO されるということはなかったんだけどさ、うん、まあ、データ的に言えば非常に相性のいい、まあ、中日を苦手にしてんだね井野はね、うん、だからまあ打ち込まれることも多かったけども、はい、でもこの試合でさ鈴木中日、はい、まあ、5対3で勝った中日だけど鈴木というね鈴木博士という、はい、まあルーキーの頃クローザーやってて、はい、まあ制球難になって腕を下げて、うん、でまあ復活をしたという、はい、まあ一勝したんだけどさ、うん、これはやっぱり中日にとって明るいニュースだし、うん、まあ根尾がこの試合でプロ入り初打点を挙げた、はい、まあ、これは明るいニュースだよね、はい、ただそのやっぱり伊能の失点がさ響いて、うん、やっぱり巨人が負けるとで伊能は即2軍という、はい、
まあ、FA のプレッシャーなのかどうかわからないけども、うん、やっぱり調整不足というふうに言われてたよね、うん、まあ、開幕前に、ね、怪我っていうこともあったりそうだ ね、 ね、うん、だからまあそれによる調整不足という、うん、まあ、頭は割って練習して縫って、はい、すぐ練習には参加したんだろうけどさ、はい、まあなかなかね調子が上がらなかったという試合だったね、うん、で広島対阪神4対2で、広島ね、まあ連勝だよ、あのなんか勢いがあった阪神に、うん、もうストップをかけたという、はい、まあ床田のピッチング、うん、非常に落ち着いてて良かったということ、やっぱ佐藤が佐藤に対してこう抑えるという、はい、その床田と投げ合ったのが伊藤、うん、阪神のね、これはまあルーキーなんだけどさ、はい、成瀬に似てるね。あ、成瀬知ってる？あんまりよくわかんない、はい、横浜高校でさ、はい、やっぱ先輩になるわけ伊藤の、うん、成瀬そっくりなんだよ投げ方が。目標にして、いや目標にしてるのか、ね、まあ、同じ左ピッチャーだからさ、はい、このチェンジアップとか、はい、まあ、成瀬もすごく良かったんだよね、はい、でまっすぐをこう見せ球に変化球で、はい、勝負していくっていうピッチャーだったんだけど、なんか面白いピッチャーが出てきたなっていう、なんか阪神のバリエーションが広がったなっていう、だから今回負けたけどさ、だから非常にいいピッチングもしたと思うしね、うん、だから期待が持てるルーキーが、出てきたかな、うん、でこの中で広島は明るいニュースといえばクローンが一発を打ったと、はい、でクローンってやっぱ真面目なんだね結構、うん、なんか早くから日本に入って、はい、日本のピッチャーになれるために一生懸命努力したことが、うん、こう、まあ、決勝ホームランみたいな形になったけどね、はい、やっぱパワーあるわ、はい、だから楽しみだよね、うん、でも佐藤が2試合連続で、そうですね、1試合3三振という、はい、全く打てないというね、はい、いうことにはなってんだけどさ、はい、で、DeNA 対ヤクルトで、ヤクルトにとんでもないニュースが飛び込んできたんだよ、ね、コロナの、はい、で西田というキャッチャーが、はい、陽性で、うん、まあ、入院というね、はい、形になって、その濃厚接触者で青木内川がいないという、はい、でそれに関連する人たちがごそっと10人ぐらいかな、一度抹消になったよね、はい、その中でオーダー組むのにさ、中村が2番なんだよキャッチャーの、はい、びっくりしたんだけどさ、でもそういうオーダーしか組めないんだよね、塩見を3番に入れたりだとかさ、でもその中で高梨が好投した、やっぱここな、やっぱり野球ってピッチャーだなと思うのは、やっぱりピッチャーが好投するとある程度の点が取れれば勝てるということでね、はい、ですね、で一方 DeNA の方は入江、はい、ルーキードラフト1位が投げたんだけど、はい、5対3で負けるというね、うん、まあ、村上の一発とか打たれたけど、はい、まあ高めに行ってもったいなかったなっていう、うん、まあ、印象はあるけども、なんか この試合はヤクルトのもう頑張りがなんかこういなくなってより結束したというかさ、うん、そうですね、だから非常に、まあ、DeNA の OB だけどさ、はい、でもヤクルトのその力というかね、結束の力を見たゲームだったよね、はい、で、楽天ロッテ、はい、岩下対則本が投げ合う、1対2で楽天が勝つ、はい、再三のチャンスがあるんだけどさ、ロッテの方はね、はい、でやっぱ課題はね、やっぱ得点圏に行った時のバッティングなんだよね。それがオープン戦の時はさ解消したようには見えてるけど、うん、なかなかやっぱ1本が出ない。これ1本が出てたらひっくり返ってたんだけど、まあそれを打たせなかった則本も素晴らしかったけどね、はい、則本もなんて言うんだろう、マー君効果かなんか知らないけど、本来の則本の姿に戻りつつあるね。投げ方が良くなってるっていうか、打者に向かっていき方が良くなってるというかね、まあそんな感じがした。ただまあロッテの方なんだけどさ、まあソフトバンクと開幕戦をやり、はい、
で楽天という、はい、まあ言えば投手王国だよね、はい、だからそこで打てっていうのもなかなか難しいことなんだけどさ、はい、でもこれがさなんかこうチャンスにみんなが打てないっていうのは多分意識してると思うんだよね、うん、この意識がなんか呪縛のようになっていくのがすごく怖いよね、はい、まあ楽天はやっぱこうその前日基地が完封、則本が1点に抑えるというね、うん、はい、やっぱ投手力は素晴らしいわ、はい、日本ハム対西武は伊藤と今井、まあこれ伊藤というのは日本ハムで北海道に移ってドサンコの選手でね、北海道生まれの選手で初めてドラフト1位だったんでね、まあその選手が投げたんだけど、はい、まあすごく向かっていく気持ちもあるし、うん、コントロールがいい、うん、3球投げたら大体追い込んでるよ、うん、だから自分のピッチングができる、はい、だからそういうことで1点ホームランを打たれた時はさウーネンティンに打たれたんだけど、はい、追い込んでて、はい、外のまっすぐ要求自分もうなずいた、やっぱ三振取りたかったんだろうな、はい、かっこつけたかったんだろうなそれが力みになってど真ん中に投げてんだよね、はい、まあ逃さなかったウーネンティンも大したもんなんだけどさ、はい、まあそういうことで失点をしたという非常にもったいないゲームだったよね。まあだけどこのピッチャーは勝てるピッチャーだわ、はい、うん、期待していいと思う、はい、で一方今井はやっぱ力あるねボールに、だから俺は組み立てをするよりも、はい、追い込むまでまっすぐまっすぐで押し切った方がいいんじゃないかって思うんだよね。でスライダーだとかいろんなボールを投げるんだよ、やっぱ一応持ってて、はい、でフォークもあるし、でもそれを投げるためにカウントを悪くして自分で勝手に苦しんでるような感じがしたんだよね。まっすぐまともに打てた、死に当てた日本ハムのバッターっていないもん。だからそのぐらい力あるしさ、はい、もう少し組み立てを頑張った方がいいかなっていう、考えた方がいいかなと思ったよね、はい、ただ日本ハムも再三16残塁、1本外野フライを打ち上げれれば勝ってたゲームで、だからもったいなかったね、はい、でオリックスソフトバンク、はい、7-1 でオリックス、はい、まあこの中で、まあ、増井もよく投げたんだけど、太田、中川、紅林、こういう人たちが活躍してる、これ若手なんだよね。この3人って今言った名前の3人ってさ、もう一回言うけど、太田、中川、紅林、はい、これはオリックスをこれから支えていく選手だよ。だからもうね、中嶋監督はもう迷わずこの3人は必ず使ってほしいと思うよ。将来的には絶対強いチームになる。でピッチャーがいいだけにさ、はい、この3人が躍動しだす、吉田正尚がいる、そうなってくると非常に明るい未来が待ってるというね、なんかそんな感じがした。うん、だからなんか希望が持てるゲームをしてくれたなっていうふうに思うよね。で今日だよ、今日は5試合、今日5試合、はい、ね、日本ハムと西武がないということでね、はい、5試合だったんだけど、はい、まあそろそろ DeNA 一勝もしてないから勝たなきゃいけないと思ってたもんね。で上茶谷と山野、はい、山野は俺の高校の後輩だ、高校の、はい、俺以来のプロ野球選手だからもう応援もしてるんだけど、はい、やっぱ DeNA 心配だし、11-11、すごいですよねこのスコアも。どんな試合やっとんねんっていう話でしょ。まあただね、この中でやっぱりヤクルトは青木と内川が戻ってきたね、うん、でも山田とかは戻ってきたんだよね、はい、だから意外とラインナップっていうのは見栄えがしだしたんだけど、はい、ヤクルトが5点差まで開かれたのかな、11-6、はい、ぐらいになった時でもさ、はい、諦めなかったね。だからヤクルトの頑張りっていうのがすごく光ったこの3連戦で、あれだけのアクシデントがあってさ、はい、やっぱり人間の結束力、チームの結束力っていうのはさ、いや捨てたもんじゃないなと思ってさ、やっぱ和っていうのは大切なことだっていうことをさ、まあ、ヤクルトが試合を通じて教えてもらったなっていうね、はい、で DeNA の方はやっぱこの試合は若いキャッチャー、は
が被ったんだよね、はいはい、でやっぱ歌い出すとさ、わけわからなくなってきてたと思うんだよ、うん、まあ、その中でやっぱミネーダとか戸柱とか、うん、まあ、キャッチャーいるわけだから変えてやった方が良かったかなっていうふうにも思うしね、うん、やっぱ投げてるピッチャーも若いとさ、やっぱ不安じゃない、うん、だからそういうところで変えてやっても良かったなって感じたのと、はい、あとはやっぱ9回ダイソー関根が出て、関根も足が速いんだけどさ、はい、それ以上に速い上里宮本っていうのが残ってたんだよね、はいはい、だからプレッシャーをかけるためにもやっぱそういう手を打ってほしかったなっていうふうには思うよね、はい、うん、で、巨人対あ中日対巨人、はい、1対3で巨人の勝ち、高橋優輝成長してるわ、うん、いやすごい落ち着いてる、はい、うん、だからこの選手はやっぱ今年は活躍するかなっていうのを見せてくれたよね、はい、うん、で岡本が2点タイムリー、うん、やっぱり4番がいいといいね、そうですね、あ4番が打ってくれると安心感があるわ、はい、うん、でこの3連戦を見ると、はい、1勝1敗1分け、大野を持ってきて1勝1敗1分けというのはやっぱ中日が損した感じだよね、うん、いや巨人はよくしのいだと思うよ、ミスが出ながら、うん、で巨人の野球っていうのはまだ落ち着いてない、うん、うん、まだ試行錯誤というかさ、まあ、広岡が今日セカンドに入って、まあ、いいプレーも見せてたけど、はい、なんかねまだ落ち着いてないね、チーム全体が、だからでその中にあって1勝1敗1分けというのは中日は痛かっただろうし、まあ、巨人はよくね、しのいだね、はい、うん、で、広島阪神、3対6阪神の勝ち、はい、秋山がね勝った、はい、で中村っていうピッチャーがさすごくオープン戦でよくて期待したんだけど、はい、まあちょっと打ち込まれたね、はい、うん、で秋山っていうのを心配してたんだけど、はい、これなぜ心配だったかっていうと昨年しか活躍してないんだよね、うん、で今年は去年11勝して、はい、今年悪い年なんだよ本当だったら、はい、でも早々に1勝できたというのはさ、はい、まあ期待感は持てるよね、うん、で秋山っていうのが勝ちを拾っていければさ、うん、阪神は相当いいとこ行くね、うん、まあ優勝争いっていうことは、はい、もう早々から言われてることなんだけど、はい、相当いいところ行くと思うよ、うん、でこの試合で佐藤がホームランを打った、はい、飛距離がすごいねやっぱりね、もう打った瞬間にくしゃみが出たけどねだけど、なんて言うんだろうな、その前日まで3三振3三振で来てたんだよね、はい、まあ1本ヒットは初戦には出てんだけどさ、はい、だけど左ピッチャーしか打ててなかった、でこの日は右ピッチャー中村からライトスタンドに、はい、おそらくフォークかスライダーだっただと思うんだけど外寄りの球を放り込んだ、でこの日も三振してるんだよ、はい、三振の山作ってたんだけどさ、はい、ホームランを打って帰ってきてカメラに向かってとかやってるわけ、はい、全く三振とか自分の調子の悪さって気にしてないんだね、うん、そこに大きさを感じたよ、しかもルーキーでって、いやルーキーはなかなかできないよ、はい、落ち込もうとするんだけどさ、はい、でもやっぱこう向かっていくというかさ、なんか気持ちに推進力があるんだよね、うん、だからさらに期待をしたいという、はい、で明日からは京セラドームだけど大阪に帰るから、はい、大阪のファンにねどのぐらいホームランを見せてくれるか、でも広島は今年強いよ、なぜかというとさ、はい、まあ、昨日でもさ大道使い栗林を使い、これは2人はルーキーなんだけど、はい、後ろを締めてくれたんだよね、うん、まだ怖いもの知らず、はい、今年の広島はこの阪神を止めたということ、2勝1敗で切り抜けたということは相当やっぱ力を持ってるね、はい、広島もね。でパ・リーグの方、やっとロッテが爆発しました、はい、15点を取りました、はい、ね、楽天に対して、まあ滝中というピッチャーだったんだけど、まあタイムリーもよく出て、まあこれで呪縛から解放されるかなっていうような、うん、
試合をやってくれたんでね、はい、まあ、次からやっぱロッテは来て、はい、うん、それと楽天はこの3連戦でやっぱ投手力は素晴らしいなっていうのは見せてくれたよね、うん、はい、まあ2勝1敗、はい、ね、楽天が勝ったけど、まあ、ロッテもこの一戦をきっかけにね、うん、タイム力が出てくるでしょうこれからね、はいはい、でオリックス、ソフトバンク、はい、山本素晴らしい、いや素晴らしいというかさ、はい、あのソフトバンク打線を2安打、はいはい、もうそれもさ、なんていうの、圧倒していってたよね、うん、なんかね、高校生に投げてんじゃないかっていうぐらい圧倒していって、子供扱いするの、しかも相手はソフトバンクだったんですよ、そうなんだよ、はい、でね、武田が素晴らしかったんだよ、はい、ピッチング、はい、武田も、はい、だけど、全くその初回1点取ったんだけど、もうその1点で十分だよみたいなピッチングをしてたよね、はい、だからやっぱこう点を取ればさ、すごい勝てるよオリックスも、だ頑張ってほしいなと思うよね、はい、まあこの対戦は2勝1敗で、はい、ソフトバンクが負けるという、負け越すという、はいはい、ね、だからオリックスもやっぱり力があるんだよ、うん、ね、ただジョーンズという選手を少し考えなきゃいけないね、というのは、はい、吉田正尚が打って、ね、活躍してるのに、その後ろに打つジョーンズがやっぱブレーキになったらさ、うん、やっぱどうしてもやっぱ点が取れないよ、はい、だから打順の構成を考えると、もっともっと点が取れるような打線かなっていうふうに思うよね、うん、はい、うん、でこれで6試合だいたい消化したんだよね、はい、まあ、5試合のところもあるけど、はい、でも相対的に見ると今年ミスが多い、うーん、なるほど、で例年とちょっと比較した数字もあるんだけど、はい、まあ、昨年はね、同じ6試合ぐらいを消化した時で23個ぐらいだ、全体的なエラーが、はい、今年44個あるんだよ、おー、だからすごい多いのよ、はい、すごく荒れた試合も多いしさ、うん、だからそこら辺で、まあ、少しミスをなくさないと、これ本当野球が落ち着かないし、荒れたゲームが増えるなっていうふうに思うよね、はい、うん、まあ次のカード、まあ、ヤクルト巨人戦か、はい、阪神中日、はい、横浜広島というようなね、はい、まあ、カードが組まれる、まあ、楽しみだよね、横浜の初勝利は、そうだな、いつでしょうかね、いやでもね広島強いわね、あ、だからやっぱ1勝するって大変なんだよ、本当そうですね、まあ、新監督の生みの苦しみ、はい、まあ、味わってると思うけど、はい、でもいい勉強してると思うよ大輔もね、だからくじけず、はい、明るく頑張ってほしいと思います、はい、はい。